どうも、ライオンです。さあ、今回はですね、久しぶりにフレームアームズガールをですね、作ったので、そちらを紹介したいなと思います。このチャンネル結構昔っていうか、もうむしろツイッターのアカウントの方ですね。私がやってる喫茶店の方で、まあ、フレームアームズガールの、イノセンティアをね、看板娘さんってことでね、いろんな画像を出していて、まあ、当時は、完全にもう自粛ムード、緊急事態宣言か、ね、なってましたから、その、誰もいないお店の中でね、看板娘さんがいるみたいな、そんな、写真アップしてたんですけども、それが、少し経って、ちょっとイメージチェンジをということでですね、フリスベルクのパーツとですね、ミキシングをして、まあ、オリジナル塗装をして、みたいな、こう、作ったんですが、まあ、元々のイノセンティアの肌の色と、そのフレズベルクの肌の色がまず違うっていうので、肌の色のところを、ブラウンフレッシュか、いうカラーで、塗ったんです。褐色肌キャラだったので。で、まあ、いい感じにできたなと思ってたんですけれども、肩のパーツのところがね、肩の関節のところがですね、これ、ポリパーツだったんですよね、これ。塗料が乗らずに、出来上がった時にはもう完全に乗ってた塗料が剥がれてしまって、ここだけ色が違うっていう。まあ、いろいろとね、対処法を考えたりとかしたんですけれども、なんかちょっと気になっちゃってて、ずっとね、しまってしまってたんですけれども、まあ、動画でもね、それに触れた動画をアップしまして、いろんな皆さんからね、アイデアとかいただきました。まあ、中でも多かったのが、はい。こちら。はい、フレズベルク・ルフス・アギト。ね、この子の、関節パーツを使えば、そのままの成形色で、褐色肌の腕とマッチしますよっていう風に情報をいただいて、ね、まあ多分一番いい解決方法ですよね。うん。ただ、そのパーツのためだけに、フレームアームズガール1個買うってのは、私にとっては結構、大きな買い物で。なかなかね、決断できなかったんですけれども、はい、思い切って買っちゃいました。そして、まあ、そのパーツ以外にもですね、いろいろと、パーツ取り付けまして、ね、せっかくなんでもったいないんで、取り付けまして、出来上がったのが、こちらになります。パッと見の印象はそんなに変わらないかな。はい。こんな感じです。ちゃんと肩の色はね、合ってますし、あとね、まあ、褐色肌の成形色になったんで、この、なんだろう、この網みたいになってる部分、ここもね、メタリック塗装してたんですけれども、そのまま使って、ちょっとさらにセクシーさをアップみたいな感じになっております。あと、まあ、もう、体のほぼ、すべての、全部かな、パーツはもう、こちらのフレズベルク・ルフス・アギトの、パーツにして、まあ、成形色のままの肌の色にしてあります。で、ボディの部分に関してはまた新しく塗り直して、前のやつがマットブラックだったのを、セミグロスブラックにしました。ちょっとね、なんかスモークがあった黒で、ちょっと、なんだろう、他の明るい色に引っ張られるのかな。黒いイメージがあんまりなかったんで、灰色っぽく見えちゃってたんで、しっかりと、こうちょっとね、艶のある黒の、ビキニアーマーにしてあります。はい。そんなわけでですね、完成しました。これでもう、とりあえずはいい感じだろうという、はい。うちの、看板娘さん完全体になりましたんで、またね、ツイッターとかでうちのお店なんかでも写真撮ったりとかね、していこうかなとか思ったりしてます。まあ他にもいろんなモデリングサポートグッズとか組み合わせてね、ここからさらにいろいろと進化させていっても面白いかなと思ってますんで、はい。今後どうだろう。また、新たなジャンルがうちのチャンネルでね、動画として出てくるかもしれませんが、まあ、フレームアームズガールとかね、好きだよという方、もしよかったらチャンネル登録してですね、よかったら交流などしていただけたら嬉しいです。で、今回こんな辺で、また会おうぜ。
動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。じゃあまた会おうぜ。闇が空を覆う。